横浜市東部病院の大石と申します。今回は高齢者福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策ということでお話しさせていただきます。まず最初に、略語の定義をさせていただきたいと思います。私がお話しする、今からお話しするスライドで、ちょっと略語が出てきますので、それの定義ということになります。まず最初に新型コロナウイルス感染症というものがございますが、これは英語で言いますと、コロナウイルスディジーズ2019という名前がついておりまして、この赤の頭文字を取って、COVID-19 という言い方をします。ですので、このスライドで COVID-19 と出てきた場合は、このウイルスに感染した感染症、病態だということでご理解いただければと思います。これに対して、この COVID-19 を引き起こすのが新型コロナウイルスということになります。こちら学名で SARS コロナウイルス2という名前がついておりまして、この赤の頭文字のところを取って、SARS-CoV-2 という表現をしております。ですので、このスライドで SARS-CoV-2 と出てきた場合は、このウイルスそのものだということでご理解いただければなと思います。その新型コロナウイルスの構造なんですけども、CG で描くと、ご覧のような形になっていると言われております。もちろん本物は色はついておりません。模式的に色をつけているというところになりますが、まず最初、このグレーのところですね、これがエンベロープと呼ばれる組織になります。エンベロープというのは外側の殻ということで、エンベロープという英語で言うと封筒という意味になるんですけども、そういったことで外側の殻だということでご理解いただければなと。このエンベロープはですね、リン脂質と呼ばれている油の膜でできております。ですので、油を溶かすような物質にですね、非常にこの新型コロナウイルスというのは弱いと呼ばれています。油を溶かすような物質といいますと、日常的に使われるものですと、石鹸とか洗剤ですね。あとはアルコールも油をよく溶かしますので、そういったものに接触すると、このウイルスは不活化、つまり死滅してしまうということになります。この赤いところがスパイクと呼ばれている組織でございまして、これが人の細胞の中に侵入するときの鍵の役目を果たしております。で、人間の細胞にですね、この鍵に合うような鍵穴がありまして、そこにこのスパイクが入っていって、そこから人間の細胞に入って感染を引き起こすということになります。それからタンパク質でできた部品もありまして、膜タンパクとかエンベロープタンパクとかいうものがあります。これはこのエンベロープを支えたり、膜を支えたりするために使われているタンパク質と思ってください。で、大きさは大体100から200ナノメートルという大きさになります。皆さん、ご存知だと思うんですけども、大腸菌という菌があります。皆さんのお腹の中にもいるんですが、この大腸菌は大体2000ナノメートルぐらいの大きさと言われていますので、それの、10分の1ぐらいの大きさだということですね。大腸菌などは、いわゆる顕微鏡ではやっと見えるぐらいの大きさなんですけども、この新型コロナはそれの10分の1ということになりますので、いわゆる顕微鏡ではちょっと見えないかなと。特殊な顕微鏡、電子顕微鏡とかじゃないと見えにくいという特徴がございます。ウイルスはですね、大きく2つに分けられると言われております。1つが DNA ウイルス、もう1つが RNA ウイルスなんですけども、この新型コロナウイルスは RNA ウイルスという類に入ります。インフルエンザやエイズのウイルスですね、ヒブと言われているものがありますが、これと同じ仲間になります。基本的にこの RNA っていうのはですね、変異を起こしやすいウイルスと言われております。で、その RNA の長さなんですけども、約3万塩基と言われています、この新型コロナの場合はね。他の RNA ウイルスと比べても最長ということで、一番長い RNA の塩基を持っていると言われています。インフルエンザなどは8000塩基しかありません。エイズのウイルスなどは1万ちょっとの塩基しかないと言われているので、はるかに塩基の長さが多いと。そこで、インフルエンザなどに比べると、その長い延期のためにですね、変異が起こりにくいということが言われております。
大体2週間に1回程度の変異が起きるということです。2週間に1回も変異が起きるのかと皆さん思うかもしれないんですけども、この変異というのはですね、人間に悪い方に傾く変異、あるいはウイルスにとって悪い方、つまり人間にとって有利に傾く変異もありますので、さまざまな変異が2週間に1回ぐらい起きているんですよね。その中で、人間に悪い変異が起きるとですね、今言われる変異ウイルスと言われているものになりまして、かなり感染性が上がったりとか、そういったことがあるわけです。ですから2週間に1回起きてはいるんですけども、それが人間に悪さをするという変異はたまたましか起きないというところが、この変異しにくいというところだと思います。で、最近話題となっているのがこの変異ウイルスでございますが、この変異ウイルスというのは問題となる2つの変異があると言われております。一つは人の細胞に侵入しやすい、つまり感染性が向上しやすいという変異です。もう一つは従来株と抗原性が異なるということで、これは再感染、ワクチンの逃避、ワクチンが効きにくくなるといったことを起こす変異でございます。一つ目の感染性の向上につきましては、先ほど言ったこの鍵穴を役をするですね、鍵の役をするスパイクタンパクというものがあります。スパイクね。これがこの人間の鍵穴にこうくっつき、よりくっつきやすくなったという変異ですね。そうすると、人の細胞に中にこう入っていくんですね。入ってきやすくなって感染性が上がるという変異が起きます。で、もう一つの、再感染あるいはワクチン逃避の方なんですが、同じスパイクが絡んでるんですけども、今度はこの感染をしたりワクチンを打ったりするとですね、このスパイクにマッチするですね、抗体というのができます。抗体に。その抗体ができているんですけども、今度は変異を起こしているさ、このスパイクの形がちょっと変異をしておりまして、この抗体がくっつきにくくなるということがあります。これが再感染とかワクチン逃避に関わる変異と呼ばれているものです。巷でいろいろその変異の記号というか、どういう変異が起きているかということをこういった記号で表すことがありますね。 N501Y 変異というものがあります。これはこのスパイクタンパクを作るアミノ酸があるんですよね。アミノ酸の順番があります。並んでるんですね。1からずっとあるんですけども、それの501番目が、従来株はアスパラギンと呼ばれているアミノ酸でできているんですけども、それが変異株の場合はチロシンというアミノ酸に置き換わっているということで、この N501Y 変異という言い方をされているということになります。これが感染性の向上に悪さをするということですね。いわゆるイギリス型、最近ではアルファ型というように変わってきておりますけれども、このアルファウイルスなどはこの N501Y 変異を持っていると言われております。でもう一つのこの再感染とかワクチンの投与はですね、先ほどと同じように484番目のグルタミン酸というアミノ酸がリシンに変わったもの、あるいは484番目のグルタミン酸がグルタミンに変わったという変異が起きると、この再感染ワクチン等に関する問題が起きると言われております。これが E484K の方はですね、南アフリカ型とかブラジル型ですね、ベータガンマ型ですかね、今で言うと、そういったものが起きます。で、この E484K というのは、インド型ですね、今デルタ型と呼ばれてますが、デルタ型が持っている変異の特徴になります。で、デルタ型はですね、もう一つこの452番目のロイシンアルギニに変わった L452R 変異というものを持っております。この L452R というのは両方ですね、この感染性も向上するし、再感染ワクチンの逃避にも関与するということで、この L452 変異というのが R 変異というのが今後問題になるのかなと。インド型ですね、デルタ型になりますけども、これが問題になるんじゃないかということが言われております。こういった変異ウイルスの読み名ですけども、一応 WHO の方で暫定的に決まっております。で、その変異、さまざまな変異があるんですけど、人間にとって非常に問題となるのが、この VOC 変異ですね、懸念される変異と言われるものにカテゴリーされています。その1段階前、注目すべき変異というものがあります。これが VOI 変異というものになるんですけども、これ何があります？ VOI のはね、今のところ、
6月2日時点の WHO の発表ですけども、このくらいあります。で、今、すべて、前はですね、この発生国で名前、何型とかついてたんですけど、今はこのラベルと呼ばれているギリシャ文字で呼ぶことにしています。ギリシャ文字、なかなかこう、アルファから言っていくといい、覚えていない方、わからない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、読みとしてはこういった形ですね。こういったものも今のところあるということですね。で、さっき言った、まあ、懸念される変異というのは今のところ4つあって、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタという名前が出ています。で、昔の読み方は、アルファが英国型、ベータが南アフリカ型、ガンマがブラジル型、デルタがインド型ということで、なかなか、まあ、専門的なところになりますので、一般のマスコミでは今でもこういった地名で呼んでいるんですけども、一応 WHO の方は、このアルファ、ベータ、ガンマ、ギリシャ文字で言いましょうということで、一応私のスライドも今後このギリシャ文字で出てきます。神奈川県ではですね、どのくらいこの変異ウイルスが出ているかといったところになるんですけども、6月16日までの累積になります。すみません、15日までの累積になります。で、アルファ型、いわゆるイギリス型ですが、今まで845件出ている、検査されております。で、これに対してデルタ型、インド型ですね、これは65件ということで、まあ、アルファが多かった。あと、検査全部してるわけじゃないので、変異不明というものもあって、この中には、従来型も含まれているかなと思います。で、南アフリカ型とブラジル型に関しましては、ほとんど、まあ、出てないと。いうのが現状になります。今は一応アルファが多い。今後このデルタがインド型が多くなるんじゃないかということが予想されます。やはり英国型アルファ型はですね、死亡リスクが高いということが言われております。これはイギリスからの報告ですけれども、従来型の新型コロナウイルスの場合だと生存確率がこのくらい、検査してからですね、日数が経ってもまあまあ平均的にこうプラトになっていくんですけども、変異、特にアルファ型の場合は、日数が経過するとどん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 亡くなる人が多くなるということが言われております。大体 1.64 倍の死亡リスクがあるんじゃないかということですね。それからデルタ型なんですけど、まだはっきりとですね、その感染力とか致死率などがはっきり分かってないんですけども、少なくともですね、その感染力というのは、これまでの株とか、いわゆるイギリス型ですね、アルファ型と比べると、あんまり多少ないかもしれないというのが出ております。でまず陽性者数ですね、から見ると、インドで非常にこのデルタ型は流行ったんですけども、ご覧のように、インドの陽性者数のピークと、アメリカ、イギリスの陽性者数のピークを見ると、人口100万人あたりで、まあ、倍近い差があったということになりますので、インドは大変だ大変だと言ってましたが、もう収束の方にこう向かってきているということなんですね。で、じゃあ死亡率はどうかといったところなんですけども、死亡率もご覧のようにちょっとまた上がってきましたが、これちょっと統計の取り直しをしたらしいので、ちょっと上がったんですけども、ご覧のようにイギリスとかに比べると、イギリス型はこれ丸々アルファ型での流行ですから、それに比べると4分の1から5分の1ぐらいの波だったということになりますので、もしかしたらですね、死亡率、致死率に関しましてはアルファよりもデルタの方が低い可能性が高いかなといったところも示唆されております。まだはっきりとした研究結果はちょっと出てきておりませんので、今後の推移を見守りたいなといったところになると思います。で、さまざまな変異ウイルス今後も出てくると思うんですけども、陽性となった方とか疑いに対する方への対応に関しましては、基本的にはこういった訪問を使って対抗するということで、対策は不変だということですね。なぜかというと、いくら感染力が上がったとしても、こういった防護服あるいは防護マスクをつけますと、ほとんどウイルスは入ってこなくなりますので、まあ、例えば2倍の感染力になったとしても、ゼロにしてしまえば感染するリスクが減るということになりますので、今までの対策で基本的にこの陽性者とか疑い者の対応は問題ないかなと。ただし、普段よりも感染力が高くなるので、常の対策ですね、マスクの着用とか手指衛生、そういったものは、これまでよりもですね、厳重にやった方がいいのかなといったところになると思います。
そこで、この新型コロナウイルスの感染経路ですね、どういった感染で経路で感染するんだといったところをよく把握しておかないと、やはり対策にも結びつけないということになりますので、おさらいしていきたいと思います。で、主に新型コロナの場合は、こういったくしゃみ、咳、あるいは会話ですね、あるいは激しい運動などをすると出る、エアロゾルですね、口の奥から出てくるエアロゾル、これで感染するんじゃないかと言われています。距離としては1年し2メーターが最も頻度が高いんですけども、2メーターを越してもですね、感染が確認されることがあると言われております。くしゃみ、咳な会話をすると、こういう微細飛沫とかエアロゾルですね、唾液の中にいるウイルスがこのように空気中に舞うわけです。それを吸うことによって感染する、まあ、いわゆるエアロゾル感染と言われるものがメインで起きていると言われております。でもう一つの経路としましては、今度は1なし2メートルの近距離ですね、かなり近いところでですね、会話などをすると、唾が飛びますね。その唾が直接目、口、鼻にくっついて感染が成立すると言われています。まあ、飛沫、微細飛沫などが飛んでですね、粘膜に付着して感染する。つまり飛沫感染が起きるのが、特徴もあると言われております。ただし、これは証明が困難だということが言われておりまして、やはりこの飛沫感染が起きる前にどうしてもこのエアロゾル感染が起きてしまうということですね。でたまたま目に飛んだり口に飛んだりというよりは空気中にこう舞っているエアロゾルを吸っている方がですね、はるかにウイルスが入ってくる頻度が高いということになりますので、やはりこちらが先行して起きるんだろうということで、こちらの証明はなかなか難しいということになります。で最後の感染経路としましては、会話あるいはくしゃみ咳などをするとこの物ですね、周りのテーブルとか椅子などにウイルスを含んだ飛沫が飛ぶわけです。これを別な人がこう触って、手で触って、この手をですね、そのまま手指衛生などをしないまま、目、口、鼻などの粘膜をかいたりすると、この手にくっついている飛沫の中にいるウイルスが粘膜から入って感染が成立するということになります。これが、まあ、汚染された手指の粘膜接触、いわゆる接触感染というものも起きると言われております。ただしこれもなかなか証明が難しい。まず最初としては、このエアロゾル感染が最初に起きているので空気中にまあ浮いているものを吸う方がはるかに、量が多いということと、あるいはこの近くにこの人がいないかですね、別な人が、会話をしてですね、飛沫が飛んでこうテーブルにくっついているというのを証明するというのは難しいんですね。ここにウイルスがいるかいないかというのを後から感染して、あの時にあのテーブルに触ったから、そこのテーブルをウイルスの場合を占めて出るかどうか確認しましょうと言ってもですね、なかなか掃除など、あるいは消毒などされると、ここにもウイルスいなくなっていますし、こういったどこでこの手を触って、自分の目に持っていったとかという記憶も曖昧だということになりますので、まあ、これもなかなか証明は難しいということが言われています。まあ、ですから、この2つは可能性としてはあると。ということになりますので、こちらの対策もしなくてはいけないなといったところになりますが、やはり頻度として多いのは、このエアロゾルの吸入感染だということになりますので、これを最も重要視しなければいけないといったところになると思います。で飛沫とか飛沫核、エアロゾルといった、そういった専門的な用語がよくマスコミに登場しますけれども、それの定義というのは、実はあまりはっきりしていないところがあります。飛沫と飛沫核に関しては定義がはっきりしているんですけど、このエアロゾルというのはあまり定義がはっきりしていないといったところになります。で、呼吸、会話などをすると、まず飛沫がバーッとこう飛ぶんですね。近くのところですぐ落ちてしまう飛沫です。重いのでですね、重力に引っ張られるわけです。ですから、この辺は2メートルぐらいまでしかせいぜい飛ばないと言われているのがこの飛沫になります。で飛沫の成分はですね、ウイルス、ホコリなどがこの水滴の中に封入されている、つまり唾液ですね、唾液の中にウイルスとかホコリ、あるいは生体の物質ですね、タンパク質などがこう入っている、これが飛沫です。重いので、2メーターぐらいですぐ落ちてしまいます。これに対して、軽いので若干浮いている飛沫なんですね、これが微細飛沫と言われているもの。水滴の中にですね、こちらの飛沫と同じようにウイルスとかホコリとかが入っているんですが、飛沫よりも小さいために空気中にある一定時間浮いているということです。で、厚労省の方はこれはマイクロ飛沫という言い方をしておりますが、これは一般的ではないです。世界的には一般的ではなく
アメリカなどではこれは微細飛沫という言い方をしております。それからこの微細飛沫の水滴、まあ、唾液の成分が乾燥してですね、なくなってしまうとこの飛沫核と呼ばれているウイルスとホコリだけでできた塊が残ります。これは非常に軽くなりますので、長時間浮いているということですね、まあ、これが飛沫核ということになります。でエアロゾルというのはこの空気中に浮いている粒子のことを言いますので、この微細飛沫とか、飛沫核のことをエアロゾルと言います。で飛沫に関しても空気中に浮いている瞬間はですね、まあ、エアロゾルなのかもしれませんがすぐ落ちてしまいますので、基本的にエアロゾルといった場合はこの飛沫は含まないのかなといったところになります。でエアロゾルはですね、おおむねその空気中に浮いている粒子ということになりますので、こういう人の体から出てきたものだけじゃなくてですね、花粉とかあるいは黄砂とかですね、そういったものもエアロゾルに含まれるということになりますが、この新型コロナウイルスなどの感染症で言われるエアロゾル感染というのはこういう人から出てきたエアロゾルというものが、まあ、感染を媒介しますよといったことで定義されています。ですから花粉とかその黄砂とかは関係ないということになります。ではどのくらいですね、その飛沫とかが飛ぶかといったところなんですが、まあ、くしゃみをするとご覧のような形で、わっと出るわけですね。で、飛沫は重いのでこのようにすぐ落ちていきます。どん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 落ちていきます。で飛沫核とか微細飛沫は空気中にある程度浮いているので、このようにもやのようにわーっとこういるわけですね。でウイルスはこの中にもいるということです。で飛沫が落ちきったとしてもですね、空気中にはご覧のように微細飛沫とかエアロゾルが浮いておりますので、まあ、ここをたまたま通りかかってこの空気を思いっきり捨てしまう、まあ、何10分か一緒にここに停滞してですね、ずっと吸い続けたりするとやはり感染が起きてしまったということになりますね。でそれから、まあ、証明が難しいといったところですけれども、接触による感染ですね、これもあるということなんですが、日本からの報告で、一応この接触感染もされたという事例がございます。で7つのクラスター病院で起きた、まあ、クラスターを起こした病院が7つあったんですね。その中に、医療従事者がご覧のように8名ですね、8名いてですね、まあ、各病院7個の病院ですから、1人、2人は同じ病院ということになりますね。でもう1、これが清掃職員ですね。で放射線の技師も含めまして、全部で9人ですね。ですから、2つの病院はこの中の2人が一緒だったんですけど、それ以外は1人ずつということになりますけども、まあ、こういった病院でこういう PPO を常に着用してですね、業務に当たっていたということになります。でこの方たちの中で、5人はですね休憩室などもまあ利用していたということになります。でこの清掃の職員の方はですね、どういった活動をしていたかといったところなんですが、病室やトイレの清掃ですね、廊下もまあ清掃していたということです。その時の、まあ、医者たちはこのような形で、それぞれね、各病院で、方法は違うんですけども、まあ、ほとんどの人は手袋はしていて、サージカルマスクもしていたといったところですね。まあ、サージカルじゃない布マスクをしていたとか、紙マスクをしていたという説もあったようですが、まあ、マスクはしていたといった状態です。でこの放射線技師さんの方は、まあ、レントゲンですね、を取っていたということで、この時もマスクはちょっとつけて、これ、つけてないですけども、つけて。基本的には新型コロナウイルスの患者さんとは接触はしていなかったということです。で、後からの事情聴取というか、振り返りの質問をするとですね、皆さん一様にやはり手指衛生があまり行われていなかったということで、まあ、手にくっついたウイルスが、目とか口ですね、休憩する前にですね、そういったところを触ったりしてですね、手を洗うに触ったりして、感染したんじゃないかということが、まあ、国立感染症研究所の方から報告があったんですけども、まあ、これクラスターが起きている病院ですので、先ほど言ったエアロゾルの中にですねウイルスがいたとしてもおかしくないし、まあ、この方たちは休憩室もまあ利用していたということですので、もちろんこの手指衛生をしなかったための接触感染というものも示唆されるんですけど、まあ、エアロゾルによる感染も否定はできないかなといったところなのかなと思います。
それから、まあ、接触感染、可能性はあるんですけども、やはりその感染するリスクは低いかなといった報告も上がっております。これはアメリカからですけども、感染症の患者さんを受け入れる病棟で、この赤いところが新型コロナの患者さんがいる、入っていた病室、病棟になります。でこの赤い点々がありますね、ここね。この赤い点々からですね、綿棒でこうウイルスがいるかどうかという培養等をしてみました。同じように ICU でもこの新型コロナを受け入れている赤いエリアから一部ですね、検体を取ってですね、培養してみたんですけども、まあ、26カ所から検体を取ったんですが、生きたコロナウイルスは検出されなかったということになりますので、環境にはですね、ウイルスがいる可能性はあるんですけども、まあ、生きているものはそれほどいないのかなというのが指されております。ただですね、やはり人の手を介してウイルスあるいは細菌というのがこう伝播していくということがあります。では病院の例ですけれども、どのような形で、伝播していくかなといったところの、ビデオになります。まあ、これはウイルスというよりは細菌の話になるかなとは思うんですけれども、ドクターがご覧のようにちょっと海があるような包帯をですね、患者の包帯を今からこう変えようとしています。海の中には大体細菌がいますので、そうすると手がこのように汚染されるわけですね、細菌ってね。で、綺麗だった包帯まで汚染されて、その包帯を介して、この研修にまで、細菌が伝播していくと。で、このドクター、手も洗わずに病棟から、病室が出てくると、この受話器とか、を触ると、そこに今細菌がこのようにくっつくわけですね。まあ、実際はこんなに一気に増えないんですけども、少しずつ増えていくのは間違いないかな。で、ナースが、受話器を取ると、このナースの手にですね、このようにべったりと細菌がくっつくわけですね。で、ナースも、ここで、まあ、手指衛生をしていけばいいんですけど、手指衛生もせずにですね、患者さんの病室に入っていくと、こういったドアノブですね、不特定多数の人が触るようなところには、やはりこういった細菌がたくさんいる可能性があります。で、まだ手指衛生もしないまま、こう清潔操作もしてますね。今、ルートの交換ですね、点滴の交換をしてるんですけども、そうすると手についたですね、細菌がその交換したときにハブとかからこう入っていってですね、最終的にはこの患者さんの体内に入っていくと。先ほど一番最初にいた患者さんは足にまあこの細菌がいたんですけども、最終的に別の患者さんの血管内にこう細菌が入っていくと。それをこう伝播していたのは医療従事者の手だということになりますので、やはり接触を予防策をするにはですね、手の手指衛生をやはり選択にするといったところは非常に有効性が高いのかなといったところになると思います。で、それからこの新型コロナウイルスが感染するかしないかというのは、どのくらいウイルスを粘膜に付着させるか、暴露させるかといったところになってきます。ですから、安全な距離とか、危ない時間ですね、接触時間というのは厳密にはよくわからないというのが現状でございます。まあ、ご覧のように距離が離れれば離れるほど感染率はどんどん下がっていくんですけども、5メートル離れても感染率はゼロにはなってないということになりますね。まあ、10メートル、20メートル離れたらほぼゼロになるかもしれませんが、じゃあ6メートルはどうだとか、7メートルはどうだと言われると、ちょっと答えに窮するかなといったところになると思います。同じように一緒にいればいるほどですね、長い時間一緒にいればやはり感染率は高くなんですけれども、30分程度でも感染率はゼロになってないということになります。では15分はどうかと言われてもそこもちょっと答えにくいですよね。ですからどのくらいウイルスが入ってくるかによってこういう差が出ます。もちろん離れれば離れるほど安心、短ければいるほど安心ということになるんですけど、そのグレーゾーンというか線引きは何分とか何メートルというのは、はっきりとはちょっとわからないというのが結構です。しかし、一番その感染しやすい状況、状態というのがありまして、それは、その感染した人が発症した人が、日がもちろん、最もですね、感染力が高いと言われております。ご覧のように、発症日をゼロ日とすると、きれいにこう、山ができるということですね。発症する2日前とか発症してから2日目ぐらいまでですね、この4日間が非常に感染力が高いということになると思われます。皆さん先生もあの抗原検査今やられているかなと思うんですが、抗原検査はやはりですね、検出力が PCR の
比べると弱いですよということが出ておりますので、抗原で陰性だから抗原検査で陰性だということで安心できるかというとそうでもないといったところはやはりお気をつけいただきたいなと思います。で、PCR との一致率ですね、陽性一致率と陰性一致率を確認します。まず陽性一致率ですけれども、ご覧のように発症してからですね、3日4日目ぐらいだと PCR とほぼ同じぐらいの一致率なんですが、その後どんどん下がっていく傾向になります。で、心発症9日目までですと 77% ですねの陽性、一致率になるということですので、まあ、10人にやって2人は間違って陰性と言われる可能性もあるということです。さらに10日過ぎるとですね、もっとこの一致率が下がってくるということになりますので、発症してから少なくともやるんであれば、直後ですね、やった方が一致率は高くなる可能性がありますよということになりますので、発症したからといって、躊躇してですね、あんまり検査するのを日延べしてしまうと検出率が下がりますので、発症してるなと、まあ、熱が出たとか、咳症状あるいは感冒症状があったといったときは、まあ、適宜すぐやってみるというのがいいのかもしれません。ただしやはり偽陰性になる可能性はありますよといったところで、スクリーニング的にやるのはあんまりよろしくないということが言われています。これはアメリカの大学の陸上部がですね、毎日抗原定性検査をやってたんですけども、2回もクラスターを発生してしまったという例があります。これなぜ起きるかといったところなんですが、まあ、ウイルス量は感染してから徐々に体内でこう上がっているわけですね。で、このピークがまあ発症ということになるんですけども、その前段階ですと、まあ、ウイルス量が少ないわけです。で、PCR は少ないウイルス量でも検出できますので、まあ、このくらいのウイルス量ですね、ここからここまでのウイルス量、この1000以上のウイルス量があると、PCR は検出できるんですけれども、抗原定性検査の方はもうちょっとウイルス量がないとダメなんですよね。ですから PCR で陰性ですけども、陽性ですけども、この部分ですね、この部分は抗原ではもう陰性になってしまうんですね。で、抗原で陽性なのはこの線から上になった時ですから、まあ、かなり抗原が陽性の時はもう感染力が上がってるんですけども、その前段階でもやはり少し感染する可能性があるということですので、スクリーニングで症状がない人に対してですね、抗原定性検査をして陰性だからといって、隔離しなくていいとか やってるとですね、痛い目に遭う可能性があるということになりますので、スクリーニング的な使用はしてはダメですということになります。SARS コロナウイルス2、つまり新型コロナウイルスの感染経路をまとめますと、やはりエアロゾルによる感染が一番多いんですよといったところになりますね。それから飛沫感染もあります。接触感染の可能性もあるといったところで、この3つの感染経路がありますので、これに対する対策を適宜するというのが非常に有効性が高いのかなと思います。今から動画をまたお見せしますけれども、そちらに音声が入るかどうかちょっと怪しいんですけれども、ステイヘルシーと今これ画面上では叫んでいるんですよね。そうするとヘルシーといった時にですね、非常に飛沫が飛んでいます。はい、まだ飛んでますね。今から今度マスクをして同じようにステイヘルシーと叫んでもらいますが、そうするとすいません、ちょっとはい、ステイヘルシーって言ってるんですが、ほとんどまあチラチラと映ってないといったところになりますので、やはりマスクをするとですね、こういった飛沫とかエアロゾルというのは飛びにくくなるということになると思います。で、同じようにですね、まあ、マスクをすると効果が高いんですけども、実はマスクは 100% そのエアロゾルを補修してくれるわけではありません。先ほどと同じような形で、まあ、くしゃみをするとですね、飛沫はバーッと飛ぶんですけども、マスクをするとその飛沫はブロックされます。しかしこの、エアロゾルですね、これはご覧のようにマスクの横とか鼻のところから大量に漏れるわけですね。で、まあ、ここのにウイルスを吸ったりすると感染するということで、マスクをしている状態でもですね、相手を感染する可能性は、ゼロにはならないといったところが注意すべき点だと思います。で、アメリカではですね、このエアロゾルどのくらいマスクで補修できるかなといったところの実験をしております。
直径だいたい 0.05 マイクロメートルですから、ウイルスよりも小さい飛沫ですね。ウイルスはまあ100ナノぐらいですから、それの2分の1ぐらいですかね、の大きさになるということになります。そのぐらい小さい粒子を使って、実験したものになりますけども、サージカルマスクですね。サージカルマスクをして、この内側にセンサーがあって、この空気中にあるエアロゾルがどのくらいこの、マスクでトラップされるかというところをやってみましたところ、4割ぐらいしかトラップしてくれないということですね。ですからこの横とかですね、鼻のところからもうこう粒子が入ってくる、まあ、ウイルスも入ってくる可能性があるといったところになります。ですのでこの横をゴム紐でこう結んで、眼鏡で鼻のところの隙間がきちっとこう密着させるといったことをすると8割ぐらいまでこのエアロゾルが入ってこない。でちょっとありえないんですけども、ゴムバンドでですね、サージカルマスクの上にこのように、密着させようとするとですね、まあ、これでも8割ぐらいしかやらない、まあ、隙間がどうしてもまあゴムバンドでもできてしまうといったところなんでしょう。まあ、ここまでやる必要はないと思いますので、まあ、このくらいやってはどうでしょうかということは、アメリカの方ではまあ提唱されています。ですので、まあ、マスクですね、相手を感染させないといった意味と自分も感染しないといった意味で非常に有効性が高いんですが、どのくらいその自分が感染しないかといったところで、これまでのインフルエンザとかライノウイルスなどを使った調査では8割ぐらい予防してくれる。一般の人ですと5割ぐらい。これ一般の人なぜ低いかというと、鼻を出していたりマスクの使い方をちゃんと分かってなかったりということで下がるんですけども、まあ、医療者でちゃんとつければ8割ぐらいまで効果があったんですが、まあこれは今までの一般的なウイルスの話でしたが、新型コロナの場合はその横からですね入ってきて、エアロゾルが入ってきて感染する可能性が高いので、8割までは予防してくれない可能性があるということになります。ですので、二重マスクに出まして、どのくらいそのエアロゾルの予防効果があるかといったところを、これアメリカで CDC が行った実験ですけども、発症者役のマネキンにはですね、何もマスクをつけずにですね、やっております。で、暴露役のマネキンにはですね、マスクをつけさせて、二重のマスクをつけさせてやっています。で、二重のマスクというのはこういうものですね。で、密着マスクというのもやってるんですが、この2つで、この暴露者のマネキンにつけてですね、どのくらいエアロゾルが防護されたかといったところです。二重マスクは、不織布製のマスクの上に布製のマスクをこのようにつけています。そうすると、この密着先ほどしたようなマスクでは6割ぐらいしか予防してくれないのに、トラップしてくれないのに、二重マスクにすると8割ぐらいまで、トラップがあるといったところになりますので、やはりこの密着マスクするよりも二重マスクの方が効果が高いんじゃないかといったことも CDC からは出ています。では両者ですね、発症した役のマネキンにも二重マスク、あるいは密着マスクですね、暴露側のマネキンにもですね、二重マスクと密着マスクをさせるとどのぐらい効果があるかといったところなんですが、そうすると密着性のマスクでは9割5分、二重マスクにしても9割6分の効果があるということですので、まあ、お互いにマスクをつけると、特に二重マスクあるいは密着マスクにすると非常に予防効果が高くなるといったところになりますので、お互いにつけるといったところが非常に重要性が高いのかなと思われます。まあ、二重マスクの方がよりいいかなと思いますね。ただし実際にその陽性者と会うときはその二重マスクにしたとしても 5% ぐらいの確率で感染する可能性があるということになりますから、やはりこの N95 レスピレーターという特殊なマスクを使う必要があるということになります。で、海外ではレスピレーターという言い方をしています。これは人工呼吸器を思い浮かべる人がいると思うんですが、人工呼吸器というのは基本的にはベンチレーターという言い方を今出します。レスピレーターというのは人工呼吸器といっているのは、まあ、日本の和製英語になるわけですけれども、レスピレーターというのは自分が感染しないために用いる呼吸方法ということで、英語圏では定義されていますので、その英語圏の定義に従って今回N95レスピレーターという言い方をしていますけれども、これですと、まあ、ほぼ 100% ですね、ウイルスをブロックしてくれるということなので、こういったものもやはり陽性者が出た時の対応として高齢者福祉施設でも
ちんと保管しておく、備蓄しておく必要があるのかなと思われます。0.3 マイクロの粒子をですね、95% 以上補充するものだということですね。95% なおかつウイルスよりも大きい粒子を補充するんだ、5% は漏れるんじゃないかといったことが懸念されますけれども、基本的には漏れません。なぜかというとですね、N95 は大体3層構造になっております。外側の弾力性のある柔らかい層と、細口側の保持層ですね、こういったものが、あります。その間にですね、この改善した繊維が、でできている老化層というものがあります。で、ウイルスなどはですね、この老化層、これ帯電しているので静電気がありますから、ここを通ろうとしても、ここの静電気でトラップされるんですね。ですから、ほとんど、通ろうとしたとしても、口の中には入ってこない。まあ、万が一入ってきたとしても、非常にウイルス量が少ないので、感染まではいかないということになります。ですから、この N95 レスピレーターをするとですね、ほぼ、まあ、入ってこないと。ただしこの横顔もですね、この隙間から入ってくる可能性があるので、まあ、きちんと自分の顔に合った N95 マスク、レスピレーターあるいは日本人の顔に合いやすい国産のものをやはり準備しておくことが重要かなと思います。昨年あの N95 レスピレーターはですね、国内でかなり逼迫したということがあります。供給不足に陥ったんですよね。その時にこういった海外製のですね、粗悪品がかなり日本に入ってきました。これはあのアメリカの CDC 直下の組織がきちんと検証して、これはよろしくないといったことで写真を上げているものなんですけども、いわゆる N95 マスクと言ってますけども、まあ、KN95 と書いてたりですね、はっきりと N95 と書いてなかったりですね、しております。まあ、こういったものをセールスで売ってくるところがありますので、これは使うのはちょっとあまりよろしくないかなといったところになります。で、その見分け方ですけども、DS2 というのが日本の、まあ、この N95 の規格になっています。今のところになっています。来年からちょっと変わる可能性が高いんですけども、今のところこういった規格になっておりますので、これの DS2 と書いてあるものであれば、まあ、ほとんど本物かな。なおかつこう日本製。まあ、これであれば、まあ、安心して買えるかなといったものになります。で、マスクにも印字がされていますね。まあ、N95 となっている場合もあります。これはアメリカの規格なので、ナイオッシュ、N95 マスクとこう書いてあるとですね、これはかなり本物の可能性が高いというですね。これも国産のマスクなんですけど、こういったものを使えばですね、ある程度フィット性も高いですし、フィルター性も高く感染防御に非常に有効性が高いのかなと思われます。で、こういったものは、医療関係のディーラーからしか買えないのかなと思われますが、実は今インターネットでもある程度買えます。某インターネットサイトで取ってきたものですので、ちょっとメーカー名はなかなか言えませんけど、メーカー名というかサイト名は言えませんけども、まあ、貢献者のこのハイラック350、これ当院でも使ってます。日本人の大体9割ぐらいの人にはこれ形が合うようにできておりますので、まあ、こういったものを使うといいかなということになります。まあ、ハイラック、さまざまいろんなところで売られておりますので、まあ各職員あたり1人持っておけばですね、1人1枚持っておけば、ある程度長い年数使えますので、まあ、ゴムが切れたりとかすると使えませんけども、ある程度使えますので、1個あたりでまあ大体400円前後で買えますから。1人3枚ぐらい持っているような形で備蓄していただけるとですね、万が一陽性者が出た時の対応に非常に役に立てると思いますので、ぜひですね、購入していただければなと思います。で、この N95 なんですけども、まあ、いつでもつけていれば、ほぼ 100% 安心してですね、感染するリスクが減るのでいいかもしれないんですけども、なかなか呼吸はしづらいといったところなので、きちんと適宜、つけるべきシチュエーションを見極めてつけてくださいですね。で、入所者の方が、まあ、エアロゾルを出すような咳とかくしゃみあるいは大きい声で会話するような時は、やはりこの N95 をつけた方がいい、まあ、フェイスシールドも一応つけた方がいいかなといったところになります。で、もし看護職の方とかが吸引とかすることがあるかと思うんですが、こういった時もやはりエアロゾル飛びやすいので N95 あるいはフェイスシールドもつけた方がいいですね。で、入所さんで、まあ、ちょっと認知症などがあってですね、マスクどうしてもつけられないといった人がいると思うんですが、そういった時も、ウイルスが飛んでくる可能性があると高いので、
N95 をつけて対応した方がいいかなといったところになります。それから低換気の室内ですね。あんまり換気が治療成績が良くないなといった場合はですね、まあ、換気を努めていただけるよう努力していただきたいんですけども、なかなか窓も開けられないことがあるかと思います。そういった時はですね、この N95 をつけた方がいいかなと思います。それからちょっと、フェイスシールドを触れましたが、フェイスシールドはアイプロテクトと総称されますけれども、フェイスシールドとか、まあ、ゴーグルなどがこの目を守るための防護具なんですが、これもですね、新型コロナウイルスとか、あとは SARS とか MERS のウイルスの場合、66% ぐらい予防してくれるということなので、つまり飛沫が目に飛んでくるのを抑えるということなので、近距離での入所者さんがマスクをしないような時の会話なんです。そういった時にはこのアイプロテクトも必要になるのかなと思います。でこれもずっとつけてると大変ですので、まあ、マスクなしの近距離の会話とか、核弾の吸引とか、まあ、検体採取する時も飛ぶ可能性がありますので、ね、抗原定性検査する時に、まあ、鼻にこう目を汚れたりするかもしれませんので、そういった時もつけていただきたいと、まあ、これ歯医者さんの話ですが、まあ、こういったことも時も必要かなと思います。PP さまざま、PP というのはまあ個人防護の略なんですが、さまざまなものをつけている施設があると思うんですけども、まあ、これ、国立国際医療センターといって、まあ、国内でも最も早くですね、新型コロナの感染を受け入れた施設ではございますが、そういったところでどういう対策をしているかというところなんですが、まあ、基本4点セットと言われているもので、ガウンと手袋と N95 とフェイスシールドですね。まあ、この方は髪が長いのか、キャップをかぶってますけども、まあ、こういったものをつけているということで、よく見ますこの足元ですね、シューカバーなどはつけてないということになります。まあ、これ床にいるウイルス大丈夫かということがよく質問されるんですけども、床、靴底から新型コロナウイルスの RNA は検出されることが結構な頻度であります。しかしこれは RNA ですので、生きたウイルスが検出されているわけではないね、ですから、呼吸がとか靴底からの感染報告は今のところないということになります。で、それでもですね、ウイルスがいる可能性があるから消毒をしましょうということで、一生懸命噴霧したり、次亜塩酸ナトリウムの雑巾を置いてですね、次亜塩酸ナトリウムじゃないですね、次亜塩酸水の、雑巾を置いてですね、足とか床を清掃したりとかすると思うんですけども、こういった環境の消毒というのはあんまり有効性のある消毒法というのは今のところ、厚労省の方は推奨しているものはありませんので、特に皮膚粉末はよろしくありません。吸入して、肺炎になる可能性がありますので、やめていただきたいといったところになると思います。で、PP ですね、個人防護からどのくらいこのウイルスが検出される可能性があるかということで、新型コロナの患者さんにケアしたときに、その後個人防護具をですね、培養してみるとどのくらい生きたウイルスが出るかといったところになります。でフル PP と言われている、まあ、4点セットですね、これをからですねやったところ、こういった手袋とかがですね、こういったところから、一件もですね新型コロナの生きたウイルスは出なかったと。で N95 ガウンとシューカバーとフェイスシールドをしているようなウイルスなんですね、10人ってやったところ1件だけ出ました。ただしこれはシューカバーから出たということですね。シューカバーから出た、まあ、CT 値 38.96 とありますけれども、まあ、この CT 値がですね、35を超えるような場合はほとんど生きたウイルスはいないという可能性低いと言われているので、まあ、死んでいるウイルスがおそらくは出たんじゃろうということが言われています。それから N95 ゴーグルとシューカバーをつけた場合のデータですけど、90人中1人もウイルス、来たウイルスは出なかったと。で、ガウンだけやった研究ですけども、42人やったところ2件出たといったところなんですが、まあ、介護やリハビリをした後の袖から出たということですので、まあ、濃厚に接触した場合、やはり来たウイルスはこの辺にはついている可能性があるということですが、まあ、胸とかこういったところにあんまりウイルスはつきにくいんですね、こういう PP はですね。ですから、脱ぐときにこう接触してですね、自分の手にくっついて大変だという人がいるんですけども、ほとんど生きているウイルスはいませんし、手についた場合はですね、その後手術してすれば問題ありませんので、あまり過剰に神経質になる必要はないかなと思います。で、まあ、こういった4点セットですね、こういったものをつけてですね、診療に当たるとですね、420人中、いや PCR 陽性になった人はいなかったというデータもありますので、きちんと
陽性あるいは疑い例がいた場合は防護をつけて対応すれば、自治への感染というのはほとんどないかなと思われます。それから手指衛生も有効性が高いということが言われているんですが、残念ながら新型コロナにどのくらい有効性が高いかといった研究は今のところありません。インフルエンザウイルスに対してはですね、55% の予防効果があったという報告もあります。まあ、インフルエンザもですね、基本的にはエアロゾルなど その呼吸器感染を起こすウイルスですから、エアロゾルなどの微粒子などで感染が広がる可能性が高いということになりますので、いくら手を洗ったり消毒したとしても半分程度の効果しかないのかなと思われます。ただし半分もまあ逆説的に言えば効果がありますので、一生懸命手を洗う消毒をするといったところは必要なのかもしれません。ただしその手指消毒する際に気をつけてほしいのが、きちんとしましょうということになりますね。これ細菌バクテリアでの例なんですけども、数値が高ければ高いほど消毒効果が高かったという結果になります。では何で比較しているかというと、消毒剤の量になりますね。1ミリを使った時と3ミリを使った時、これを比較するとやはり3ミリを使った方が消毒効果が高いというデータが出ています。まあ、これは消毒剤をきちんと手にこう暴露させる、接触させるといったことが重要だということになりますね。ただし3ミリというと接地型の消毒剤を3プッシュしなければいけなくなりますので、3プッシュもするとすごく手がベタベタになってしまうんですね。これアメリカの研究なのでアメリカ人手が大きいのでいいと思いますが、日本人特に女性などは手が小さいのでですね、まあ、最低でも1ミリで構いません。ワンプッシュですね。ワンプッシュしていただいて、きちんと一番汚染されているのは手のひらじゃなくて指先になりますので、指先にこの手指消毒剤を接触させるような形で手指消毒をしていただければなと思います。よく手のひらだけこう消毒している人がたまに見かけるんですけども、一番汚染されているのは指先だといったところを意識していただければなと思います。で、手指衛生もですね、やたらめったらってやってるとですね、かなりその無駄な時間になる可能性がありますので、効率よくやった方がいいということが言われております。そのタイミングなんですけども、いや、不特定多数の人が触るようなこういったところですね、ここにはウイルスとか細菌が、くっついている可能性があるので、こういったところを触った後は、まあ、手指衛生した方がいいかなと思われます。それから人と接触する前後ですね、自分の手にもウイルスついている可能性があります。相手にもついている可能性がありますので、相手と接触する前後にはやった方がいいかな。相手に移さない、自分も移されないといったところで、手指衛生が必要です。それから帰宅したときはですね、やはり玄関にですね、手指消毒剤を置いておいて、そこで手指消毒をすると非常に有効性が高いかなと思われます。帰宅する最中で、釣り革に行ったりとかですね、バスの、取っ手を握ったりとか、いろいろ立つところがあります。エレベーターのスイッチを押したりとか、いろいろあると思いますので、やはり帰ってきたときは手指衛生を進めするといったところですね。で、究極的にはそういった汚染されているようなところに手で触ったとしても、手から直接ですね、ウイルスが入っていくということはありません。その手にくっついているウイルスを粘膜ですね、鼻、口、目、こういったところに触れることによってウイルスはそこから侵入すると言われているので、この粘膜に触れる前に基本的には手指衛生をすると、自分への感染というのは少なくとも抑えられるかなと思われます。それから換気もやはり重要です。これ中国からの報告なんですけども、非感染家族というのは家庭内感染を起こさなかった家族です。で、感染家族というのは家庭内での感染を起こしてしまった家族なんですが、1日あたりの換気時間を1時間以下にしたところですと、やはり家庭内感染が起きた家族の率が高くなるんですけども、1時間よりも長く換気をしていると家庭内感染を起こさなかった家族の割合が高くなるということになるので、やはり換気は重要性が高いと。で、換気するにはですね、やはり窓を開けたり、あるいは強制的に窓の外に、風を送ってですね、換気扇などで、ウイルスを排除するのがいいんですけども、エアコンでこう換気されるんじゃないかと思う人がいますが、実はエアコンは空気を循環しているだけなので、かえって感染のリスクになる可能性があると言われています。これも中国からの報告ですけども、ある食堂で、まあ、円卓なんですね、中国ですからね、円卓で、食事をしていた家族 A、B、C という家族が感染してしまったという事例になります。で、一番最初に感染したのはおそらくこの A の家族にいた A の1の人、この方が一番最初の発症者、おそらくこの人が
インデックスケース、初発感染者ということですね。でこの人から、まあ、家族にはもちろんこう感染しているわけですね。これ食堂でじゃなくて家庭内で感染しているわけです。で食堂でこの B の人にも感染している。その時エアコンはですね、こっちからこう吹いてたらしいんですね。ですから、この A がいるところから、この B の家族の3人に感染したとしても、まあ、風の流れによって理解ができるんですけども、不思議なのはですね、こう風上にいた C の家族の2人にも感染が広がったということです。まあ、おそらくこれはですね、空気がこう B まで行って壁にぶつかってぐーっと下を回って、あるいは天井を回って、またエアコンのところまで戻ってきてですね、こう流れてエアコンから出てきたのはですね、その中にウイルスが混じっていて感染した可能性があると、まあ、空気を循環する役目がエアコンにはありますので、エアコンの風上にいたとしてもですね、感染リスクがあるということなので、やはりエアコンではなくてきちんとこのよどんだ空気を外に出すと、ウイルスを外に出すといったような換気が必要なのかなと思います。でその換気を流す装置というのは様々あります。まあ、病院などで使われているのはこの簡易圧装置というものがあります。病院の病室にセットして、壁に穴を開けて、あるいは窓ガラスにこのように穴を開けてですね、外に強制的に空気を排出するといったものです。まあ、これが一番理想的です。まあ、当院のような病院はこれもうすでに内蔵されているものもありますね。外に出てないもの、それから汚染物質を除去する、エアパーテーションと呼ばれているものもございます。これはですね、空気をこちらからこう吸って、この網網で吸ってですね、この後ろの部分に、ヘパフィルターと言われている、まあ、粒子をトラップする、高性能のフィルターがついてますね。で空気を吸って、後ろにこう吐き出すと、きれいな空気を吐き出すということで、この空気中にいるものをウイルスがどんどんどんいなくなるといったものになりますので、こういったものも、特に陽性患者さんの枕元に置くと有効性が高い可能性があります。それからこれ病院であんまり使われていませんけども、大きい温床室などを一床室にしてですね、中を簡易陰圧室にして使うといったものもあります。これもこれと同じようにこう空気を吸ってですね、ヘパフィルターの空気をこちらから出して、きれいな空気にして、循環させるといったものになりますね。これも有効性が高いですけど、大げさなのであんまり使われているシーンはないでしょう。で、病室だけじゃなくてですね、その、病棟ごと全部をですね、隔離しましょうといった場合はですね、こういう隔絶ユニットですね、入り口にこういったものをつけて、外の内側と外側の空気の下、氷を、ブロックするといったものですね。まあ、これと同じような装置が横についていて、こうずっと空気を吸ってるんですね。ですから、ここ本来はファスナーで閉まっています。これを開けた時も、あっち、病室側の空気もですね、こちら側の空気もこれに吸われるので、感染がお互いに交差がしない、空気の交差がないといった装置になります。まあ、こういったものの設置もですね、今補助金が出ますので、それをちょっと当てにですね、設置していただければなと思います。まあ、全ての施設に教室につけることはできませんので、陽性者が出た時のために 2,3 室ぐらいですね、つけるといいのかなと思われます。それからやはり距離も保った方がいいですよといったことがありまして、これだいぶ前に言われてますけれども、まあ、2メートル最低でも1メートルは距離を保ってくださいといったところですね。これ神奈川県内の高齢者福祉施設で起きたクラスターの時のデイルームでの位置関係なんですけども、 PCR 陽性者が赤ですけども、やはりご覧のように近い人ですね、この近くにいるとやはり感染が起きていると、まあ、たまに飛んでる人もいます。これエアロゾルの感染だと思うんですけども、近くにいるとやっぱりリスクが高くなるということなので、距離はある程度離れた方がいいかなというところになります。それから最初の方でお話ししましたが、新型コロナは洗剤とかアルコールで非常に死ぬ可能性が高いということになりますので、ご覧のようないわゆる雑貨品と呼ばれている一般的に売られている医薬品ではない消毒剤、あるいは、洗剤ですね、これでも1分ぐらいでウイルスは死ぬと言われていますね。こういったものも適宜活用するとよろしいと思います。で先ほどちょっと申し上げましたが、糞はよろしくないといったところですね。でその理由としてはですね、糞をするとですね、ミストがですね、大体この噴霧の大きさ100から400マイクロメートルですね。これに対してウイルスは 0.1 マイクロということですので、まあ、ウイルスがですね、環境にこのようにバラッと散らばってたとして、一生懸命噴霧をしたとしても、
もちろんこのかなりこうジャバジャバになるぐらいですね、噴霧すれば話は違うんですけども、シャッシャッシャッとやったぐらいですと、この消毒されたウイルスが出てしまいますので、噴霧による消毒はよろしくないかなというところになります。ですので環境を消毒するんであれば、こういった環境クロスですね、ウェットティッシュのもので、アルコールとか第4級アンモニウム塩の消毒剤が含有されているものが売られていますので、こういったもので環境は1日1回ぐらい拭くといったところが対策としては有効性が高いのかなと思われます。ただし WHO の方はですね、新型コロナウイルスの対策として環境や物品を消毒するのは必須ではないということが言われております。まあ、服とかですね、こういうスマホ、こういうのにもですね、ウイルスはくっついています。ただし、そこからの明確な感染の証拠はなくてですね、先ほども申し上げましたが、粘膜を触らないとウイルスは感染しませんので、こういったものにいくら触ってもですね、粘膜に触る寸前に手指衛生をするとですね、感染は効率的に防げるかなといったところになると思います。さまざまな対策をお話ししてきましたが、やはり一番有効性が高いのはワクチンでございます。日本ではこの3種類のワクチンが今打てることになっておりますけれども、まあ、基本的にこのアストラゼネカはしばらく打たないことになっていますので、打てるのはまあファイザー社のものと、モデルナ社のものということになりますね。まあ、これを打っていただければといったところで、まあ、多くの方はまあファイザー社のワクチンを打つと思うんですけども、イスラエルでのリアルワールドでの報告ですけども、まあ、こっち一番右側にあるこのグレーっぽい棒グラフですけど、これは2回接種して7日間以上経った時のデータなんですが、そうすると、まあ、感染率、発症率、入院率、重症化率、死亡率も非常に効果が高いという、予防効果が高いというのが出ています。で、死亡率に関しては、2回接種して7日以上経過した人で、亡くなった人はいなかったということで出ていませんけども、これはね、感染率まで 92% まで抑えてくれる。ですので、やはりワクチンが一番、高齢者福祉施設でのクラスターを起こさない、自身も感染しないといったところでの予防効果が一番高いのかなと思われます。ただしご覧のように 8% ぐらいは感染するわけですね。やはりアメリカからもですね、いわゆるブレイクスルー感染と言われている、ワクチンを打ったとしても感染が起きてしまったという報告が上がっています。その例を2つほど挙げますが、51歳の女性でしたが、最初1月21日にモデルナ社製のワクチン、2回目は2月19日に打ったんですけども、3月10日に咽頭痛ですね、この時に PCR 検査をすると、結構なウイルス量があったということですね、陽性がありました。でよくよく調べてみると、D614G 変異というのはですね、これは従来株が持っている特徴になります。E484K というのは、ベータ型とか、ガンマ型ですね、が持っているものになります。こういう変異がちょっとあったということでした。で中和抗体を測ってみたんですけども、まあ、感染この時に感染してですね、発症してですね、4日後にもう中和抗体を測ってみたら、まあ、抗体はあったということになりますので、おそらくモデルナのワクチンで、抗体はできていたんですけれども、このちょっとした変異によってですね、ワクチン投与が起きてしまって、感染してしまったんじゃないかという例でございます。ただし、重症化はしなかったということですので、やはりワクチンの効果として、感染予防はできない可能性があるんですけど、重症化予防、入院予防といったところもあるのかなと思われる事例でございます。もう一つですね、65歳の女性ですけれども、こちらはファイザー社のワクチンをご覧のように2回打っています。でその後、1ヶ月ぐらい経った時に倦怠感が続きして、PCR を測ってみると陽性だったということですね。ただ、ウイルスではちょっと少なかったんですよね。ですので、おそらく抗体はある程度あったんでしょうけども、まあ、ちょっと高齢といったところもありますので、その機能がうまく働かなかったのかなというところです。ただし、これも重症化しなかった。変異はあまりなかったということです。従来株だったということでも、やはりある程度年齢がいってますと抗体ができにくいのかなといったところになると思います。ただし重症化しなかったということですので、まあ2例しか今のところないですけども、まあ、この報告では上がってませんけども、ご覧のようにブレイクスルーの感染は起きますが、重症化はしないということが上がっております。ですから 100% ワクチンを打って感染を防げるわけじゃありませんので、感染対策はやりつつですね、
ワクチンも打って、万全の体制を整えるといったところが非常に有効性が高いのかなと思われます。はい、それからですね、ちょっと最後コマーシャルというか宣伝というか情報提供ということになりますけれども、私をはじめですね、有志でですね、まあ、国島先生、マリアナの国島先生を中心にですね、有志でちょっと高齢者福祉施設におけるクラスターの模擬事例というのを執筆させていただいております。全部で12例ぐらい書かせていただいておりますので、このホームページをアクセスいただけると中身が見れます。ただちょっと会員登録しないと見れないということになりますので、さまざまな事例集が出ておりますので、ぜひこれをですね、もちろん感染対策のやり方と、ね、対処方法も詳しく載っておりますので、こちらをご覧いただけるとですね、クラスターが起きた時の、対応として、備えることができるかもしれませんので、ご参考としていただければなと思います。はい、私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。